お世話になります、ヒトリーでございます。期間限定レートがまた更新されましたので、今回はその情報を共有させていただきたいと思います。今回のテーマはどうやらハロウィンらしいですね。あれ以前も多分そうじゃなかったっけって思うんですけど、まあそれは置いといて、出現するポケモンについてはオーロット、コントです、デスカーン、ミミッキュ、パンプジンでございます。でこのうちですね、パンプジンだけはどうやら色違いがね高確率で出現するらしいので、まあ、でね、皆さんも色違い以外は別に欲しくねえって思ってる人多いと思いますので、まあ実際私もその一人なんで、今回は色違いパンプジンを捕まえていきたいと思います。それだけ目指してねやっていきます。じゃあまずやり方については、不思議な贈り物からですね、必ずワイルドエリアニュースを受け取っておきましょう。はい、この通り受け取りましたらスタートです。はい、行きましょう。出現場所についてはいつも通りどこでも出ると思いますので、はい、私はこっちにガラルで戻ってきてやっていきますと。はい、願いの塊入れて、あーダメだね。あー、お来ましたね。いきなりデスカーン、結構好きなポケモンですから嬉しいんですが、まあ、今回はね本当別に他のポケモンはいらないので、ここからもういきなりね日付変更バグというほぼ仕様となっている技を使っていきたいと思います。みんなで挑戦からホームボタンで設定からですね、本来日付と時刻の1日進めの戻りののやめるですね。なおこれはイベントレイドのポケモンが出るところでやんないとダメですので、そこをご注意ください皆さん。でですね、今回は、前の色違いが出るときのレイドと同じように星5だと高確率で出るみたいな感じですので、まあ星5だけ出してそれでやっていきたいと思います。はい、じゃあとりあえず星5のパンプジンを出していきましょうか。よし、来ましたね。パンプジンちゃん、一発目で来いよっていう感じなんですが、その前に一旦落ち着いて必ずレポートだけは書いておきましょう。ここで一旦冷静にならないとダメですよっていう感じでございますと。それで、やっていきますよ。はい、キリキザンちゃんでやっていきましょう。たらばかい、辛い、ちょっとやめてー、来てよ。リセットしていきましょう。じゃあもう一回ね、みんなで挑戦やってそれで、変えていきましょう。そのパンプジン星5にね、あ、もう一個出ましたね。早速出ましたんで、またレポート書いていきましょう。あー、ダメかー。星来た、行こう、来い、来たー。早い、早いぞ。めっちゃ早い、ありがてえ。23分かな、撮影開始から。うわ、すげえ、やっぱ高いんすね確率。やったー、お見通しパンプジンでございます。え、パンプジン、え、今星5だよ。星5なのに、え、バリア2個しかないのマジかよ、知らなかったそんなの。よし、普通に倒せた、弱すぎるね。ドゥークボーでいきましょう。よっしゃ、一発で来たい。え、経験あんね、XL1 個、L2 個、ダイマックスアメ2個、鎧鉱石1個、マックス鉱石1個。え、これめちゃめちゃいいじゃん。え、っていうか、こっちのとこでも出るんすね。今、ガラルでやってますけど、鎧鉱石とマックス鉱石ちゃんと出るんだ。めちゃめちゃいいじゃん。オッケーオッケーオッケー。XL とか1個だけどね。まあいいでしょう。パンプジン、ゲットだぜ。小さいサイズですね、こいつは。ですが、特大サイズとかもどうやらいるみたいですね。色違い、ちゃんと。まあ、ただ私はこれでゲットさせていただきましたと。はい、じゃあパンプジン見ていきましょう。レベル60のオスのパンプジンでございます。で、それで特性はお見通しでございまして、登場した時相手の持ち物を見通すことができる、という感じでございまして、これは攻め特性ではございませんと。まあでもいいでしょう。それで技は、え、ハロウィンなんて言わざんの、知らなかった私。相手をハロウィンに誘う、相手のタイプに高層タイプが追加される、知らなかったこの技。そんな感じであるんだね。で、しかもこの見た目もさ、やっぱりさ、ハロウィン感強いよね。あとキノコの山感が半端ないっていうのはありますけど、まあそれ置いといて。で、あと技はシャドーボールトリックルームと、あと種爆弾ですね。いいですね。で、のんきな性格で、ございますと。はい、ということで今回は色違いパンプジンをゲットさせていただきました。やはりめちゃめちゃ確率高いですので、まあとりあえずね、サクッとゲットしといた方がいいんじゃないかなと思います。他のポケモンは色違いは出ないですが、まあ必要な個体は集めておくのがいいんじゃないかなと思います。てか、よくよくパンプジン見てみると結構グロいというか、他のポケモンにはないような見た目ですよね。かなり尋常じゃない感じがしますよね。実際ダパンプ尋常じゃねえっつってましたよ。
のイーストじゃない。